ラスラデスデスデス全員時間が始まった。はい、こんにちは、ブルコスです。じゃあ、どんどん燃やしていきましょうか。まあ結局多分実質プレイしてるのって2、3分なんですけど、まあエンディングテーマがどれだけ繋ぐのかっていうところですかね。はい、まあこれ直接ぶつけないとなんかどうやら燃えない仕様みたいになってるんで、結構意味若干めんどくさいなって思うんですよね。でここまあテク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 降りていっていると、皆さんがよくご存知の変態白紳士さんっていうのが、まあ、目の前にずっしんずっしんって落ちてくるところなんで、まあ、そいつをねちょっと軽くぶちのめしてね、ビーンって終わりでしょうってことで、ビーンってビーン、あ、お亡くなりですね。でまあまあ、 全然時間に余裕はあるんで、こいつボーンって吹きながら、まあ、どこまで彼が向かってくるのかっていうのをねちょっと見たいなーなんていうことなんてね一切思わないので、さっさと次に進んでいきましょう。で、後ろを振り返ればやつがいると。ようこそお待ちしておりました。頭にぎにぎして差し上げます。目と目が合う瞬間、鉄格子から落ちていく。この落ち方好きだよね、本当に。あ、今あれだね、先方集団があったけど、ちゃんとそういうの見つめてゴアスっていう感じだね。 OK、じゃあこのまま次進んでいきましょう。この瞬間やつはどこに行ったんだろうな。爆発巻き込まれて変異していったって感じだな。だからそうなると RE3 のネメシスちゃんちゃんちゃんみたいなノリになるよね。でさあ進んでいこう。元に戻ることができましょう。でアイテム拾って、じゃあこのままいこう。あ、でも回復アイテムちょっと欲しいのかな、不安なんだよな。 どのくらいの段数をぶち込んだらやつが上半身真っ裸に、まあ、真っ裸で襲ってくるのか、そうか、もともと真っ裸で襲ってくるのか、まあ、とりあえずパチャコンってやっていきましょうか。ね、とどめ刺すときはスーパータイラントって、ね、特殊なロケットランチャーをぶち込まないだったから最近健康診断の結果が返ってきて、あれ？は？おり？おり？サーカスエリアに到着しました。そうですか。知らんかった。普通にロケットランチャーぶちかまして体力を削ってエイダが。エイダ不要説っていうか、エイダマジで死んじゃった説じゃん。あ、そうですか、そうですか。ほうほう。ちょっとこれ予想外の結果すぎて、あと2、3分ですねって言って、1分まで落ちてる。どうしようかな。このままぶち込んで面白くないかな。ここでもうちょっと投げまくってね。どこまでのあれがいいのか。ちょっと飛ばしまくってるけど。まだ生きてるやついるかな。あ、もういないよ。足ちぎれまくって。まあ2発ぶち込んで、あ、じゃあ1発ぶち込んでもちゃんと生きてるね、ゾンビとかね、研究施設の冷凍室のところにいたいってことじゃなくて、研究室の冷凍室のどっちかに作れば。はい、ということで、ね、表編を無事クリアすることができました。ありがとうございました。なんかちょっとこう予想外すぎるあっけからんとしたボス戦で終わっちゃったんで、まさかね、G3 ほどの尺をつなぐこともできないというオチにまさかびっくりして固まってしまってるんですけど、とにかくちょっと爆音が続いてるんで、皆さん耳が壊されないようにご注意ください。はい、ということでね、ありがとうございました。レオン表編はとにかく無事クリアすることができましたんで、まあ、とりあえずこっから先としてはレオンじゃないや、クレア裏編をやっていって、で、まあ、RE3、まあ、振り返りプレイでね、もともとその RE2 かに関しては、まあ、無限武器せっかく手に入ったしそれやろうぜみたいな、そういうオチだったんで、まあまあそんな感じでね、
レオンじゃないクレア裏編までやって終わりにしようかなというふうに思います。そこからあの RE3 に移っていきたいと思いますので、でまああとはあの前回も言ったかもしれないけど、多分あのこれを撮ってる頃にはあのもう実際やってるかもしれないですけど、心理学とかコーチングとかのねあのマインドマップでいろいろベラベラ喋っている分っていうのをあの過去の動画っていうのをね、まあちょっと面白いなって思う部分を厳選して。またあの私が言った通り、ね、ちょっと朝方ね上げていきたいなというふうに思いますんで、まあ、あの夜は疲れてるから僕のねこの癒しのボイスでゲーム実況を見ながらあの疲れをね癒していただいて、で朝はちょっと、まあ、あのこれから仕事だとか勉強だとかっていうの学校だっていうのでね、あの脳を活性化させるためにちょっと勉強動画っていうのをご覧いただけたらなというふうに思います。まあストックが切れたらそこまでなんだけど、まあ、ゲーム実況はねあの引き続き撮っていきたいと思いますので、ぜひねチャンネル登録ボタングッドボタンどっちかだけでも見たいなって思われる方はね、どっちも見たいなって方がいらっしゃれば当然いいんですけど、どっちか見たいなっていう方はですね、あのチャンネル登録ボタングッドボタンぜひね押していただけると嬉しいです。はい、でまあ、ここから、まあ、あの残りは普通に雑談ラジオみたいな感じなんですけど、まあね、あの健康診断とかさ、それから今だと ワクチン接種、特にインフルエンザの方だったよねっていうのが毎年ね 冬に向けてあったりとかってなると思うんですけど、まあ、健康診断春に受けるよう、春とか夏とかに受けるような人たちとかも多いかもしれないですけど、僕の会社はね、あのあそうそう、僕転職決まったんですよ。転職決まって1月1日からどっか行きます。はい、で12月末まで今の会社からどっか行くんだけど、まあその今まだ現状勤めてる会社に関してはあの健康診断をまあ受けてきたんですけど、あのね、おおよそ大体の数値がすごい正常で、僕大体あの親父が高血圧だから、血圧がその遺伝のせいっていうか、まあ、遺伝がの影響が大きくて、大体高血圧で135ギリギリ超えるみたいな感じだったんですけど、今年は120代だったんで、まあ、ギリ全然ね、あの問題なかった正常値だったんですけど、あの AST、ALT っていうような肝機能のところが爆上がりしてて、それがあの判定まあ A から G まであるのかなの中の E になっちゃったんですよ。で、うわ、肝機能って酒も飲まないのになんでって思って、いろいろと調べてみると、原因はどうやら筋トレとプロテインの飲みすぎっていうのが分かったっていうね。AST っていう方だったかなに関しては、あの筋肉をあの鍛えることによって、そこの、機能っていうのがなんか数値が上がると。じゃあ ALT はどうなのかっていうと、ここはどうやらあの食物とか、まあ、飲料とかの摂取するものによってその数値っていうのがあの上がりますよっていうことだったんで、よくよく見てみると、あの前々からなんかプロテインを飲むとあの肝臓に負担がかかるみたいなことはすごい言われてたんで、調べてみたら、どうやら ALT、AST が上がってる原因っていうのは、AST はその単にタンパク質を取りすぎた、プロテイン飲みすぎたっていうことだけが原因じゃなくって、筋トレをすることによって上がりますよっていうことが原因として考えられる人たちみたいなんですけど、ALT っていうものに関しては、どうやらタンパク質取りすぎ、プロテイン飲みすぎっていうことで、ごめんなさい、プロテイン飲みすぎっていうことで、そこの数値が爆上がりしてたんで、で E ってそのまあ行ったところの評価のになると要精密検査が必要っていうことなんで、ね、精密検査までいるのって思って、でお近くの内科に行ってくださいっていうことだったんですけど、どうしよっかなと思って、だって別にね酒飲んでるわけじゃないし、肺まあタバコだから肺だ肝臓だからタバコ関係ないし、タバコも酒も全くやらないけど、プロテイン飲みすぎて肝機能がちょっとなんか異常値になっちゃってるっていうのは、これは果たして必要なのかどうかっていうところだよね。個人的にはいらないんじゃないかなって思うんだけど、まあちょっと念のためね、まあ、いずれにせよ次の会社行くまでに一旦健康診断を受けなきゃいけないっていうのがあるんで、まあ、そのために一回ね、こういう事情なんですけど精密検査っていりますかね、もう一回健康診断を受けた上でちょっと聞いてみようかなというふうに思いますけどね。だってプロテインなんか日常的に飲んでる人なんてトレーニーとかだったらザラにいるから、そういうことを考えると、そこの数値だけ毎年異常値になっちゃうっていうのももう免れえないよね。だって AST の方に関してはプロテイン飲む飲まないにかかわらず筋トレやってたらそこの機能が上がっちゃうってことなんでね。ただ肝臓のその数値が異常になることで、それはどうなんだろう、機能が負荷がかかりすぎるとどうなってしまうのかって実はあんまり僕よく分かってなくて、そこら辺も調べとかないとな。これがあんまりにもこうちょっとよろしくないような感じだったとしたら、いよいよプロテインを飲むペースとかっていうのも下げていかないとまずいのかななんて思ったりするしね。あるいは前日全く飲まなかったらその数値が上がらないとかね、そういう感じになるのかなと思うんで、まあ、そこら辺もちょっと調べて、まあ健康診断受けるときに主治医の人とかに聞いてみてから受けるっていうのもあるかもしれない。前日飲まなきゃったら、だからよくさ尿タンパク質だっけ、おしっこして
をする前日にしこってしまうと、男性の場合そこの尿酸値じゃなくて尿タンパク質っていうのが上がって痛風になりやすいですよみたいな風に判断されちゃうみたいな感じになるんだけど、要は尿道の中に、ね、精液が残っちゃうからみたいな。だけど僕の場合は僕の場合はじゃねえや、そういうのがあって、で肝機能の場合はじゃあタンパク質摂取しすぎると数字が異常値になっちゃいますよっていうことだったとしたら、まあ、前日飲むのを控えるっていうのが一つ対策になってくるとか。でもそれで問題がなければね、心配ないですからね。まあ、でも初めてその他が大体その高血圧っていうところで B で引っかかってたんですけど、あと全部 A で、で今回全部 A なのにそこだけ E っていう評価で総合評価 E になっててマジかよってなったもんで、だから慌てて、ね、いろいろ調べまくってどうしたもんかなと思ったら、なんだそういうことかと思って、酒もやんないのになんで肝機能がこう異常値になるのってなったら、結果筋トレのせいだったって面白いよねって思って、そんな本なんで。だからもしそのお酒飲んでないのになんかそういう数値だけが異常に上がっちゃってるっていう健康診断の結果でだったら僕と同じ理由だと思うので、まあ特にその大きく心配する必要ってないんじゃないかなと個人的に思います。まあ実はダメでしたとかっていうパターンあるかもしれないけど、まあもうそこは終わりと思うので、はい。で相変わらずエンディングが長いので、R リバース、まあリバース、R リバースと、あ、リバースってものかな、まああれやってみたけどね、なんかスプラトゥーンの人殺し版みたいな感じだよね。スプラに関しては、嫁さんがすごいハマってやり続けてて、僕は下手くそなんで、アルバイトだけ必死にやってるみたいな、馬さん紹介でアルバイトだけ必死にやってるみたいなね。で、まあ僕、R リバースに関してはちょろっとやってるんだけど、まあ最高順位3位くらいなんでしょうね。あれだからやっぱコントローラーでやるのと、僕キーボードで、これもキーボードで、あるいつとかも全部キーボードでやるのとね、とっさのその操作性とかカメラワークとかっていうのはやっぱりむずいんだよね。4方向しかそもそも進むことができないからさ、斜めとかっていう進み方ってなかなかキーボードでやりにくかったりするからね。そこのハンデをまあ加味したとしても、まあ結論、俺下手だなって思った。耐震モードは下手なんだ。だからやっぱり協力しながら、コンピューターであるゾンビとかをボコ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 ぶち殺していく方が、まあ、個人的には性に合ってんだろうなっていうふうに思ったけどね。まあ、というところで、あ、終わりましたね。はい。ということでね、今回もね、最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございましたと思ったら、そうだ、次に、忘れてた。じゃあ、そうだね。まあ、でも2時間は切ってるんだ。まあ、ゆっくりやったつもりだったんだけどね。まあ、次回からのクレア編に関しては、まあ、ロケランだけぶちかますっていうのは、もう、レオンの表編でみんな見飽きたと思うんで、あ、なんか取った。ネクロジスト、進む歩幅が少ないみたいな。歩幅じゃない、歩数が少ないってやつね。まあ、全然、PS4 でやった頃と比べたら全然あんまりやってないんでね。まあ、そんなところは、まあ、いいかな。でなので、まあ、ちょっともう一つの取れてる無限武器の32発の LE5 だったっけな、まあ、ガトリングガンはちょっとまだクレア編で取ってないんで、もうちょっとあんまやる気がないんだけど、そこまでなんか切羽詰まってやるとかあれでもないかなと思って、まあ、32発の方の、まあ、マシンガンを使ってね、次ニューゲームセカンドをやっていこうかなというふうに思っております。こちらね、はい、ということでね、今回は最後まで動画ご視聴どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。ではお疲れ様でした。バイバイ。